花尾芳郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾芳郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾芳郎の音楽魂、今日も楽しくやってまいりましょう。松下俊美さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。もう晴れ上がりましたね、今日天気 ね、気持ちがいいね、なんかね、暑いです ね、夏が待ち遠しい感じですけどもですね、はい、早速ですね、今日はね、はい、あの待ちに待っておりました、はい、素敵なゲストをご紹介しましょう、杉本敦彦さん、イエイ、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あの今日初めてね、はい、お会いしましたけども、はい、あれですよね。もともとあの調布 FM の、はい、あのね、明石千秋さんのご紹介でね。明石千秋さんのねご紹介でね、はい、前からご紹介預かりましたけども、ね、ありがとうございます。千秋さんありがとうございましたね、本当。ね、聞いてるあのあれもう向こうの番組もで。出られたんですかね。そうです、もともと今谷圭介君っていうシンガーのやってたユニットで、もう随分前かな、7年ぐらい前に、あ、そうなんですか、出て、それでちょうど CD のプロモーションがあったんで、まあいろいろあちこちオファーをしてて、で久しぶりに出演させて、だピンで出たの初めてですね、あそちらには。あ、そうなんですか、はい、うん、すごい言い方、まあそのジャズギタリストっていうねことなんですけども、はい、でもあのプロフィールね、見させていただいたら、もういろんな方たちとね、プレイされて、先ほど奥に貼ってましたけども、石井寛治さんとかでね、そうなんですか、そう、すごくよく知ってます。高島誠君とかともね、誠さんもね、びっくりしましたけども、そうですね、いろんな方がね、知ってる方ばっかりって、そう、荒井武さんとかもね、もうそうですね、昔からお世話になってるんですよ。もう素晴らしいね。もう親分いやー、もともとお生まれはその東京で、はい、それで今は横須賀の方にいらっしゃる。そうです、今横須賀に住み着きまして、はい、横須賀はいいですよ ね、 そうですね、海がね好きだったんで。なるほどね、はい、だからその前はでもね、東京から移住した時は葉山住んで、あ、そうでしたか、で鎌倉住んで、あ、いいとこばっかりですね、秋谷海岸住んで、あ、で今一番下世話な東京湾側順番にこう言う、そうそう、でも今東京湾のね、うん、海が綺麗、うん、綺麗になってるんですよ。あ、なるほど、砂浜がね、はいはいはい、オイリーな色じゃなくて、うん、ハワイみたいに白くなって、やっぱり違うんですね。2ヶ月ぐらいでこんな変わるんですかね、コロナの ね、 いいのか悪いのか、なんとも言えないですけど、そんなに変わるんですか。変わりますね。でもね、やっぱり今回のことでいろんなことが、まあ、いいこともね、していくっていうかね、うん、いいうか考え直す時期なのかもしれないですね。そうですね、うん、杉本さんはね、僕ねびっくりしたのが、その今日ギター持ってきていただいてるんですけども、はいはい、あのね、その奏法が杉本さんしかできない奏法なのよ、うん、トゥーフィンガーストローク、はい、すごいびっくりしちゃって、いやいやいや、ちょっと音聞かせていただけますか、これ。あ、単線ですね、これピックじゃなくて、あ、指でああいう風にして、すごい、まあ、これ単線率を弾くときですね、たまたまね。いや、でもそれ誰もできないですよね、やってないですね、初めて見ましたよ。ピックをこう持ってて、ええ、で、まあ指とコードね、はい、ちょっとクラシックっぽいのもやってたんで、こういう弾き方もするんで、はい、併用してたんですけど、昔ね、パット・マルティーノっていうジャズギタリストの真似して、はいはいはい、石のピック使ってて、あ、都内のイベントで演奏してる時、落っことしたらね、割れちゃったんですよ。で目の前にいた女の子がプッとか笑われて、うん、悔しいがそのまま指になったっていう嘘みたいな話、練習してなったんじゃなくて、そうなんですね、とっさに恥ずかしくて、あとウエスモンゴーレミリみたいなとかね。あ、でもそのツーフィンガーストロークっては単旋律だけなんですよ、うんうん、他は大体こう分けたり、親指でこう、こういう、あ、わけわかんない、かっこいいね、これは
誰にも真似できないし、これ人に教えられないじゃないですか。あのだからちょっと若い子でちょっとプロ志望の子で指弾きしたいって子が来るんですけど、はいはい、一応あのレッスン料取ってる間にうまく教えられなくて、あそれだってあのこうやってこうやってピートがやってブッてやるっていうそれできないよね。こうはね多いしね、はい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 、あれはこう、こう置いてあげたり、これはそれなんか、ね、それなんかよく音出ますね。なんかわかんないですよね。透明の三ピッカなんかしてないですか。そう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 。だいたいそうそう。前で一緒に昔シグベックが、はいはい、あれ絶対あんなね、あの太い音が出るわけないっつって透明の三ピックしてるんじゃないかっていう話がね。こり方さんとかそうですよね。いいね。はい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 。で隣で昔ねあの亡くなった岩田博さん、はいはいはい、が横で見てて覗き込まれましたからね。どうやってしてんだお前みたいな。ねえ。それよくそれで音が出るんだなとか。でもね意外とね単線率ってあのジャズのインプロビゼーション、うん、はい、弾くときはこうなんかこうで弾くときあるけど親指で弾いてることが意外と多かったり、はい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 、あの親指でソロギターとかやるんで、うんうんうん、こう、この間ちょっとやったんですけど、うん、こんな感じ、はいはいはい、だけでやってたね。これはこっちでもできるでしょ、うん、そうそうそう、だから基本はこっちなんですよ。で単線率はどうしてもほらあの必要に、うん、ねロックだったこれでね、はい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 、あの必要に迫られるんで、すごいなそれは。知らなかったでしょ、うん、松井さん。わかりません。ねえ、ねえ、それ見てねびっくりしたのよ。やっぱりほら、うん、その唯一のことじゃないしかできないっていうか、うん、それがすごいんだなとか思って、ね、それがしかも、うん、あの軽くこうやねやられてるからわからないでしょ。パッと見たね、うん、パッと見はね地味なんですよね。意外と世間に知られてなかったり。でもギター弾く人からしたら、うん、まあ、そういうとこをじーっとね、そうそうそう、研究されてると思うよ、ね、あ早速ね今日ね、はい、CD をね、はいはい、持ってきていただきました、はい、杉本敦彦さんのね、はい、CD ですけども、これはまずこれは何、クラブダズ、クラブダズ、はいはい、クラブダズっていうね、はい、CD の中からね、あさっきそっちからですかね。そうですね。あのこベリードトレジャーが新譜。あ、でもシンプルな感じ。20年前の音源なんですよ、これ。発掘した音源で、そうなんですか、それを今年の1月に出したばっかりで、はいはいはい、あのこの騒動でプロモーションが全くできない。皆さんね。皆さんね同じだと思うんですけどね。はいはいはい、そうそう、あ、じゃあこの中から、はい、まず1曲目の1曲目聞いてみましょう。はい、タイトルは、はい、ブルーホライズン聞いてください。
やいやいや、これもう夏真っ盛りのですね。ありがとうございます、ね、今日にぴったりなね曲でしたけども、なんか今年海の家とかあんまりなんかね、はいはいはい、そうですけどね、はいはい、今ねまだちょっと、放送では流れてます。あいやいや、それでですね、このブルーホライズンというね、はいはい、曲ですけどもですね、これはあれですか、いろいろ過去に作ってた曲っていうか。あ、そうです、もう実際は28だからもう30年近く前に。あ、そうなんですか。ちょっとまあ旅行っていうか、シンガポールに行く飛行機の中で作ってですね、でそのままやってて、実際これは20年前にメジャーデビューする前にちゃんと撮ってたんですね、これを。でところがちょっといろいろそれお蔵入りになって、うん、まあ、アルバム全体がそうなんですけど、うんうん、で2009年で10年ちょっと前に実はサザンオールスターズのパーカッションの毛ガニさんと、うん、はいはい、僕の別のアルバムで、はい、この曲を別テイクで撮ったのは先に世の中出てるんです、実は。あ、そうなんですね。ケラニーさんのパーカッションと、はいはい、僕のアコースティックギターとちょっと地味な感じでね、うん、だからそれの元バージョンだから、R13 というグループでやってたんですけど、うんうん、その持ってる方は R135 134、あ、4、湘南道路っていう、はいはいはい、あ、そういう R134 ってね、134ね、はいはい、そうそうそう、もう12編成ぐらいでね、そうなんですか、うん、コーラスついたりいろんな楽器入っても大騒ぎするような、それがメジャーデビューって。そうです、2008年ぐらいですかね、はいはいはい、それまでも地味にやってたんですけど、まあ見事にこけましたけど一時期だけちょっと盛り上がって。あ、そうですか。人数が多すぎたんで、はいはいはい、ギター版コメコメクラブみたいな。あ、なるほどね。そうなんですよね。まあ、でもああいう人数多いのも楽しい。そうですよね。今はね、もっと人数多いのもいるのにね。ねえ、ですね。なるほどね。うん、それで、まあ、それからいろんな形、まあ、ソロになられて、はいはい、もう二十何枚も CD。そう、まあ、R1 さんの含めてなんですけど、はいはいはい、今回ので26枚目に。すごい、ね。よく出しましたよね。ねえ、すごい。しかも、だって、アメリカンフットボールでした。そうですね、もうそっちで人生送ると思ってたんで。へえ。そうそうそう、アメリカの選手。そう、ここからやって、で大学入った時にちょっと音楽やりたかったんですけど、うん、結局どこかみたいに誘われて、うんうん、続ける羽目になって、うん、でも就職近くなったらほら、バカだから教育免許も取れずに、うん、運動しかできないんで、うん、そしたら某企業チームに、うん、誘われて、企業でフットボールをやりましたですね。うわー、すごい、ね、これ学生時代ちょっとやったんじゃないんだから ね、 ねすごいですね。就職それでさせてもらったんですけど、もう膝がボロボロで、あれって僕の友達も何人かいますが膝首とかくるでしょ。首もダメです。僕も頸椎痛めてるんですよ。もう痛いでしょ、ほんと。で、誰かに呼びかけないで振り向いた瞬間、グビッと。いや、ほんとね、ケースやっちゃって、俺一時期ぬいぐるみバンド、ぬいぐるみの中に入ってバンドやってたから、で、子供がうさぎさんだったんだけど、うさぎさん、叩いたりするわけよ、頭、後ろから。で、バーッと、キサーンとか思って振り向いたら、笑ってるって言うんだけど、中じゃもう死にそうになったんでね。ばっかりじゃないですよ。あ、忘れた時に来るんですよね。いろいろね。首大丈夫ですか？いや、もう結構やばいですね。首だってしっかりさ、やっぱりね。やばい。昔ね、写真でもあるんですけど、うん、こんな首してたね。ね、太くない。ね、これでも細くなったんですけど。そうなんですか。でもそれでもやっぱりダメですね。まあ、簡単に良くない、楽しいスポーツですけどね。しかし、なんかそういう、いや、ね、こうスポーツ精神が音に表れてるよね。あ、そうです。いや、なんかね、太い感じ、うん、気合いが違うもん、なんか。インストルメンタルって言ってなんとなくこうイメージするじゃないですか、はいはい、そういうのとちょっと違うよね。でもね、やっぱ仕事しだした時にがやっぱジャズだったんですね、はいはい、いろんな横浜とかのジャズクラブ で、はいはい、でもちろんものすごいアーティスティックで演奏する方もいたんですけど、うん、僕もそうつもりだったんですけど、ある時ね、やっぱライブ見てて、
杉本くんギター上手いんだけど、うん、グッと来ないんだよってお客さんに言われたことがあって、すっごいショックで、何なんだろうと思ったら、やっぱりそのジャズっていうカテゴリーの中で、うん、こう閉じ込められてきてるんですよね、うん、でなんかその瞬間からなんか弾けて、うんうん、何でもなんかフットボールやってた時の感覚、うんうん、おりゃーってのやったらなんか仕事が増えて、うん、なんか爆発みたいのがないと、そうでしょうね、それはどのジャンルでもきっと皆さんありますよね、すごい方は皆さんそういうのをやってらっしゃる、だから歌は上手い人いっぱいいますけど、ただね心にその上手いから響くかっていうのはそうじゃなくて、はいはいはい、そのやっぱ言葉が伝わるとかね、あのそういうあの人もいますよね、うん、それが何なのかね、うん、僕もだ訓練してできたものじゃなくて、もともとあるのかもしれないし、あの歌い込んで歌い込んで作る人もいますし、はいはいはい、なかなかそういうのできないんですけども、やっぱそれがあるかないかっていうのはありますよね、なんかサムシングイットっていうんですかね、上手くても下手でも、どっちの人でもあるようなものですよね。で僕さっきあのこれお世辞じゃないですけど、 あっちの控室の方でちょこっと合わせたのと、うんうん、今さっきちょっとサウンドチェックした時の吉田さんの歌ってなんかゾゾゾゾってきたんですけど、うん、全くゾゾゾゾ、そのパンになるとこの人はやっぱすごい人なんだみたいな、いや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 、なんかグッと、あと楽しみですけど、いやいやいや、なんか時間ありますよね、時間があったらということでね、今日はね、鈴木敦彦さんですけどもですね、はいはい、杉本敦彦さんですけども、ね、これ、CD ね、もう一曲ね、はい、はいはい、聞きたいと思います。はい、これが、一つ前の CD ね。そうですね。クラブダース。クラブダース。ね、まあ、って言っても去年出たばっかなんですけど。あ、そうですか。はい、こっちはほら、未発表テイクなんで、正式にはこれがニューアルバムというか。あ、そうですか。はい、この中からですね、はい、これはその例のアメリカンフットボールの、はい、あー出ますか、はい、アメリカンフットボールのですね、これノーペインノーゲイン、あの関西のねアメリカンフットボールのちょっと知り合いの関係で、はい、日本一決める甲子園ボールっていうのがあるんですけど、はいはいはい、それのテーマソングとして書かせていただいた、はいはい、公式ソングというかね、はい、ノーペインノーゲイン、はい、ですよね、ありがとうございます。このテンポがね、いやらしい、いや男っぽい、いや男っぽい、これがやっぱちょっとね、
すごいですよね。なんかゆっくりの方がこうちょっとこう重量感のある、うん、重量感ありますよね。フットボールとか、そうですよね、去年流行ったラグビーとかね、うん、そうですそうですそうですね、それに近い。これあの甲子園球場にね、はい、おととしかな、うん、これ初めてかかる時に、うん、あの甲子園ボールの当日にグラウンド入れてもらいまして、はいはい、あそうですか。あの甲子園球場でこれが流れた時、うんうん、でもなんかね、自分がほら大きい会場でねジャズフェスとかで、はいはいはい、出た時よりも、うん、感覚すごかったですよ。何万人もいるでしょ。あそうですね。でも誰も僕って分かんないからここにやってんだけど、うん、いや別に生演奏したわけじゃないんでね、すごく感動しましたね。あそれはすごいですね。甲子園球場で生演奏させてほしいですよね。あれ何千万もかかるんですよね。あそうなんですか。そうだから自分にお金の余裕があったら、あ自分でステージ組み立ててやってみようかな。あの、ね、学生のフットボールだからそんなね、はい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 、あれほらスーパーボールとかで作ってスーパーボールのハーフタイム300万何千万もかかるんですよ。いや僕にはでもね、あの一回後楽園ホールで女子プロのあの時のあの金だよ、うん、国家斉唱、国家斉唱をやったんですけど、かっこいい。あのその時はね、はい、感無量ですよね。かっこいいですね、うん、うただあのそのそういうこと、あの国歌を練習することないじゃないだから一週間前に僕言われて、正直 YouTube 見ましたけど、いっぱいいろんな人がやってる国歌、うん、でもねあれはねちょっと感無量というか、なりますよね、しみますね、うん、あそうだ、そうそう素晴らしい、うん、その時もでも甲子園ボールの時も僕の曲の後にやっぱあの女性のクラシックの歌手の方がね、はいはいはい、君が歌ってられましたけど、そうですか。あれちょっとやっぱ感無量なんでしょうね、やっぱその気持ち。ちょっと僕ほら歌手じゃないんで分かんないですけど、あなんかね あれはねちょっと歌いながら感動しますよね。うわ素晴らしい経験ですね。いや出だしがあれ決まりますから。そうですね。高く出たら引っかかったりもするからね。あれはね。あの、うん、あれきちっと決めないと、ね、途中でブレスする場所も本当は決まってるんですよ。ね、歌詞の内容を踏まえて。またの重みのある国家ですからね。そうヘラ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 できない。ボタンがねとか言う。こういう感じじゃないじゃないですか。そうそうそう。なんかこう厳かで。そうなんですよ。もうね微動だにしてこう。ちょっとやっぱ緊張しましたけど。あでも素晴らしい。最初から僕立ち位置間違えたりしたから。いや、それはねあのエピソードもありますけどですね。そうですか。だから杉本さんのねあの今日ね生演奏をね、はいはい、あの早速ですけどもね、はい、皆さんはあの楽しみにされてると思うんですけど、はい、ありがとうございます、はい、それ特注のギター、あこれはねあのメーカーセブンティセブンギターっていうところがですね、はいはい、杉本敦彦モデルっていうの、うん、ああ素晴らしい、あの余計なものがない、あのこっちのピックアップがなくて、でボリュームしかなくて、本当だ、本当はボリュームもいらなかったんですけど、だいたい10で使ってほらそれのままもう忘れちゃうんで、そうか、男らしい、ちょっと ね、そうこれで、でこれ実はあの新選組のマークなんで、そういうことなんですね。新潟と指導が好き、ね、歴史がねすごくね、あ好きだったんだね、歴史が好き、幕末とかね、あだから龍馬のお龍の歌、ね、私コーチなんで、うん、そうですか、うん、だって横須賀ね、コーチですね、横須賀になんかあるんですよね、そうですお龍の、ね、お龍会館っていうね、あそうですか、葬式会場が、うん、あ実際そうなんだけど、うん、お龍さんご縁がね最後あるんですね、あ、はいはいはい、大津の方にお墓があって、まあ、のその歴史好きのあれがかね、まあ、関係で、うん、結局新選組の土方歳三が好きなんだけども、うんうん、なぜかの薩摩のお殿様の慣例から、うん、あの関係からね、うん、つわいて、あの坂本龍馬のご子孫と一番仲良くなっちゃって、そうなんですか、両極端の、はい、どんな人、あのね坂本龍馬は子供がいないので、はい、お兄様が本家なわけですよ、郷士坂本家っていう高知の、そこの直系の10代目坂本正弘さんっていう方がいらっしゃる、その人となぜかすごい仲良くなっちゃって、へ他もいっぱいいらっしゃるんですよ、あの、うん、西郷さんの直系も僕お友達で、すごいね、龍太郎さんっていう5代目の方、あそうですか、あの僕のライブ来てくれるんですよ、はあの伊藤博文のご子孫とかね、すごいね、伊藤博文のご子孫、末松さんですけど、マービンっていうねあだ名がついてマービンゲーが好きファンキーな、面白い、みんなやっぱでも音楽、そうなんです、みんな好きなんだ、みんなね幕末の偉人のご子孫はでかい、
西郷さんもでかいし龍馬も大きかったから坂本さんの正弘さんもでかいんですよ。その方お会いしたいですね。ね、声かければ来てくれますよ。本当ですか。ゲスト今度一緒にね。ね、でその方に、僕が土方歳三のテーマを弾いていたら、うん、龍馬の曲も作んないって言われて、と思ってで、テレビのねああいう挿入歌とか何度か書いてるんですけど、うん、そういう歴史のその直系の方から頼まれるってなんかすごい歴史的なことじゃないですか。で、なぜに坂本龍馬とか思ったんですけどで、じゃあやりましょうかって言って、うん、でうちに来ていただいて、はいはい、その坂本さんとこういう感じの曲こういう感じの曲って、うんうん、こういうのいいなって感じで、うん、監修してもらって作った。すごい。坂本龍馬の血の流れている横で作った曲というか。そうなんですか。すごいなこの話。それは今日これ生でね、まあバンドでやることが多いんですけど。あ、そうですか。今日ちょっとここで生で。生で、ね、龍馬ファン多いでしょうから。多いですよ。世の中にね。高知ではね、そう。だから唯一の坂本家公認の曲なんです。だそこにも坂本家のオフィシャルと書いてあると思うんですけど、うん、あの中のね、だからですか、うん、はいはい、私はそこを今日はお聞きしたかったんで、ぜひオフィシャルっていうのはそうなんです、ね、まあ、高知の人はみんな龍馬さんって言いますけどね。あ、龍馬さん、龍馬さん付けするね。さん付けします。いやいやいや、ね、いや、で、まあドラゴンホースというあの名前をね、はいはい、坂本さんがそのまま、はい、竜と馬ということで、ね、やっぱ随分意味があるらしいですね。あのキリンのマークみたいなね。あ、でお龍さんの曲も一緒に、うん、あのないんでね、お龍さんの曲を、うんうんうん、だからお龍さんの曲も一緒に作って、うん、あの龍馬の方は京都の方のお墓にお墓参りして、はい、このアルバムのクラブダーズの中の6曲目がそのドラゴンホース、うん、そうです、そうです。で7曲目が龍、お龍さん、お龍、そうです、お龍のテーマっていう、はい、入ってますよこれね。これじゃあやってみますか、ね、じゃあドラゴンホースの方をまず、はい、お願いします。Thank you.
ございます。いやこれギター一本でこうやってねやるの大変でしょうけども、ね、素晴らしいですよね、でもね、やっぱこう映像とかもね今日ちょっと撮っていますので、で皆さんねあのこう弾いてる姿とかね、そういうのをね、ご覧になるとすごく楽しいと思います、ありがとうございます、ね、今日お便りちょっとご紹介しましょうか、実の方はい、九州は博多のミキさんが博多ね、皆さん博多行かれたことあります？あ、結構ね、意外と行ってます、そう、さっきのね、薩長の話じゃないですけど、ニューコンボとかね、あの辺とか、あと亡くなっちゃったリバーサイドとかジャズ系のクラブに、皆さんこんにちは、先週の金玉変わらずリラックスした空気感を楽しめました、ありがとうございます。今週のゲストは坂本敦彦さん、あ、坂本じゃない、坂本龍馬坂本さん、ね、杉本さん、杉本さんです、杉本龍馬、杉本敦彦さんですね、はじめましてようこそ、動画をいくつか拝見しましたが本当に音も柔らかくて心地よいですね、なんとなくですけど、右腕でのギターの抱え方や、手首の感じが、大好きなデビッド・ティー・ウォーカーみたいに見えました、素晴らしい、素晴らしい、でも指で丁寧に弾いてらっしゃるからそこは違うんですけどね、それにアメフトに関してもやってはいませんが縁がありまして、静岡は富士宮に住んでた頃、行きつけのジムで当時日本一になったオンワードスカイラークのディフェンスラインの人間に口説かれて、トレーニングパートナーになり、スクワットで180キロを5回かける5セットさせられてしまいました、すごい、どんだけすごいか、体格がいいんですよ、ね、博多のミキ君、まあ、音楽詳しいんですけども、ね、以前住んでた、家の隣には甲子園ボールで活躍した兄弟ギャングスターズの有名な選手だった方が住んでいました、すみません個人的な話でって、いやもう楽しい、改めて今日は本当に楽しみです、金尾さんとしみさんの作る柔らかくて楽しい空気を存分に楽しんでくださいね、リクエストは今日はありません、好きな音を好きに、奏でていただければ伝わります、PS 金尾さん、この間初期化しちゃったパソコンに改めてフルボディを読み込ませて保存した、のアルバム、私のアルバムですね、2014年10月とありました、そうでしたね、あれ、およそ2年待ってようやくお会いできたんで、あの時お店にいたらリハを終えて外に出られてた金尾さんがドアを開けて入ってこられ、目が合った瞬間に無言の笑顔で固い握手をした感触まで蘇ってきました、ああね、ミキ君はね、もう細かいね、描写が描写が細かいよ、ね、体でかい割には、ね、終わった後は、としみさんとも隣でお話ししましたね、またとしみさんにもこっちに、帰ってきてもらいたいです、そうですね、あのやっとね、そろそろ、ありがとうございます、あの、あの少しライブやったりとかもねできそうな感じになってきましたので、九州は行きたいですよね、やっぱり行きたいですよね、福岡、もそうだよね、ぜひぜひ、あのぜひね、杉本さんもツアーに行かれたらぜひミキさんが訪ねていくと思います、ありがとうございます、こんなバッチリします、いろいろ詳しく調べる方なんで、あ、そうですか、多分アメフトやってらっしゃったのもね、多分何かで、彼もなんかレスリング、そうプロレス、なんかそういうやってたのか、スポーツ系ですよね、今だからそれとりあえずジムかなんか通ってるよね、通ってね、鍛えてますよ、僕もね、格闘系ってその大山空手のね、あの師範連中とお友達で、そのアトランタとか、あの、サンフランシスコとかに住んで、そこ道場をやってるあの友達がいて、まあこのラジオもよく聞いてくれてるんですよ、メッセージ来ましたけどね、あ、来た来てますけど、どうします、ちょっとご紹介しようよ、今聞いてると思います、アトランタですぐにね、聞いてます、おはようございます、はい、おはようございます、緊急事態宣言が解除されライブも解禁になった日本でいかがお過ごしでしょうか、ここアトランタは数週間前から段階的に制約が解除されているものの、街の状態は全く別物です、そんな中私の空手道場も今日から再開しました、この2ヶ月間はズームでクラスを教えてました、自己満足をしていましたが、やっぱり皆さんのライブ同様フェイス2フェイスの緊張感、ドライブ感はオンラインでは得られないものであると再確認いたしました、そうですね、ライブ再開おめでとうございます、はい、そんな中でってこういろいろ書いてますが、あと今ノーペインノーゲームのね音を聞いて、ノーペインノーゲーム、
格闘技の入場で使われてもおかしくないですよね。そうですね、アメフトのイメージ湧きま す, そ う, です、ね、そうか、柔道とかでも ね、 ね、僕ねそれね、あの甲子園ボールの関西の方でテレビの方々がかけやすいように、はい、著作権登録してないんです、うん、じゃあだからご自由にお使いくださいね。ね、あ、そうですか、えらい登録してないな。あのね、それがね、やっぱりね、あの、やっぱね、うん、格闘がそうやないとつまらない。もうぜひ、やってない。山中教授に次ぐものがありますね。そうそうそう、やっぱり、ね、たくさん大勢の方にね、歌っていただくとか、うん、やっぱ聴いていただくのが僕らの、やっぱりね、一番の。浜さんも著作権ないしですね。うん、あの、一応ね、今回は、あの、まだしてないんですよ。で、あのたくさん逆にね歌いやすかったりするじゃないですか、はいはいはい、ね、そういう使っていただいたりね、うん、聴いていただくのも、まあ、レコード会社とかね、ね、まあ、前のアルバムでは、まあ、大体ほとんどは、ね、あの登録、まあ、自動的にそうになってるんですけど、あの 何作か前からのはあの全部フリーに、あ、そうですか、してますんで、もうご自由にいいですね、これお相撲協会もいいと思うの、私なんかドスコイドスコイ、いや両国なんでドスコイ、ということでね、杉本敦彦さんですけども ね、はい、ね、素晴らしいと思いますが、はい、今日は生演奏なんかもう曲、うん、あ、そうですね、でもせっかくだったら、あのさっき龍馬の曲を弾いたので、はいはい、あのお龍さんの曲というのもあるので、ね、あ、そうですか、そうそう、ちょっと綺麗な曲なんですけど、あ、そうですか、うん、あの寮という曲、これも坂本さん命名の、はいはいはい、坂本家公認の、公認の、そうですか、そうそうそう、お寮さんちは龍馬が亡くなったともね、うん、なんかこう結構、そんなにこう幸せではない近い、うん、あれだけど、ちょっといろいろ大変だったみたいでね、うん、でさい、まあ、最後はなんと横須賀で亡くなってるんですね、ね、それが不思議ですね、はあ、ご縁もあるということで、あ、そうですか、じゃあお寮さんの曲、はい、thank you.
それはまた優しい歌だな、ね、な曲だな、お嬢さんが横須賀の港からこう土佐湾もこう、うん、思いながらこうね、暮らしてたんじゃないかなって、ね、今なんかしんみりしちゃった、だって殺されちゃったんだもんね、だって旦那さんも。そうですね、ね、あの面白いのが、あの最終的に京都の頃に、うん、知り合いだった方と再婚なさるんですけど、うん、その方がお嬢さんの妹さんとできて出て行っちゃった、あらら一人になっちゃって、で最後、まあ、ちょっとお酒いっぱい飲んでちょっと、うん、インタビューした頃のおばあさんだった頃の写真が、確かな写真が一枚あるんですけど、でそれで亡くなった後にその結局ご主人が、うん、自分の名前ではなくて、うん、その大津のお墓にですね、あのお墓参り行ってきたところで、坂本龍馬の妻お龍の墓って建ててくれたんです。罪滅ぼし、それがなんかまた物悲しくて ね、自分の何々家の名前じゃないんですね、じゃなくて、そうそう、坂本龍馬の妻っていうね、だからちょっとあの坂本さんの方もそのお龍さんの半生、後半生があまりにもちょっとあれなんで、お龍さんの供養のためにこの曲をあのどうでしょうかって、それでまあ龍馬の時もそうだったんですけど、こういうこの響き、この後前田が来る内室のね、これがちょっと一番合ってんじゃないかと思って、そうそうそう、なんかね、そうそうそう、でこれ結構あの龍馬も曲ももちろんそんな女性にやっぱ人気ありますね。ねえ、なんかシーンと、なんか、まあ、鳥肌が立つ。当時のね、女性としてはちょっとほら、あの意外とやりっていうか、あの立ち木でね、ほら、あの奈良崎家というところでお父様が亡くなってたから、長女のお嬢さんがいろいろやり取りしなきゃならなかった。一説によるとね、お嬢さんはね英語を喋ったっていう説があるんですよ。外国人のあの横浜のところで、あの田中屋だっけな、今もあるところで、あの横須賀に移る前は働いてたんですけど、外国人が来るとお嬢さんが応対したっていう噂が、の本で読んだことありますけど、なかなかだから今の現代女性の先駆けみたいな。そうですね、なるほどね、龍馬ね、の影じゃないけど、あんまり表にはこう知らないけれども、そうですね、そういう映画作ってほしいね。あ、いいですね、お嬢さんを、ね、お嬢さんをメインに、面白いと思いますね、ね、今の女の人はもう変わらないよね、きっとね。そうですね、時代だけ、なんか独立心、自分で稼ぐという、そうですね、あれがありますね、自立心がすごかったんじゃないですか。まあ、でもちょっと後半がね、あの明治になってからかなり困窮なさって、あの坂本家の本家にも居づらかったり、京都戻ってもあれだし、で東京戻って来た時に西郷さんにいろいろ工面を頼んだらしいんですけど、よっしゃ分かったって言ったら西郷さん亡くなっちゃったでしょ、先生、そうで、なんかね、すごく興味深い、この後話聞きたい、ね、そういう話あの、そのちゃんのプロデューサーがですね、歴史系の あの僕のそういう話の映像とか、あの配信をしようと思ったの、ね、こそのプロデューサーでございます。こそのさんね、今日なんかちょっと一言二言、いや、急に振られて緊張しますけど、いや楽しみに、なんか作ってください、じゃあ、その本当ね、杉本とあと金本さんがちょっと被るところがやっぱいろいろありまして、あ、そうですか、2人で何かちょっとね、コラボとか、ね、ぜひね、そうでしょうね、はい、やんちゃ、いや、そこがまず似てるんですけど、あ、いやいやいや、先ほど2人のセッションとかね、なんかあのこれご縁にね、まあ、なんかできるとね、あの本人もすごい、あのものすごいもう若い才能でプロデュースして、あの仲間がすごいのがいるんで、自分の面積なんか ね、うん、すごい若手の集団なんでしょ、このソウルフルガーデンっていう、もう博士みたいな僕もちょっといろいろあのわがままし放題で困らせてんですけど、あ、そうや、なるべくもう老いては若いのに従った方がいいんじゃないかなうわすごいブレーンがやっぱり ね、こういう、ね、方、出会いが楽しいですね、ちゃんとね、いろんな人とね、出会いが大事ですけどもですね、じゃあやらせてもらいますかね、小園さんも ね、今後ともよろしくお願いします。いや、もちろん、僕、ろくでなしよ。で、あの、それ分かってるか、大丈夫だった。ビーズの凄さとかも分かってる。いやいや、はい、ちょっと、とんでもないのが近くにいるんで。じゃあ今日ね、あの、はい、ちょっと、
のせっかくね、あのお越しいただいたので、はい、僕の曲で申し訳ないんですけども、ね、いやいやいや、これ父親が亡くなった時のね思い出の歌で、はい、まあ、いろんな方があの最近 CD とかね作ってくれたりとか、あの録音してくれたり、アミタメとかもね、あの録音していただいたり、いろんな方がね、今津アメちゃん、そうですね、知ってるんですよ、つい最近ですね、あのなんか、うん、アルバムの中に入れてくれたりとかして、はい、あ、そうですか、はいはい、それで、あのまあ、あの本当に父も喜んでると思います、その歌を歌いましょう、そうです、風の中で立て、3年経ったら
金谷氏の風の中で歌ってお届けしました。ありがとうございます。楽しかったです。いや気持ちよかった。楽しいギターね。ありがとうございます。素晴らしいですね、歌。いや声も歌も、曲も。いや素晴らしいギターでね。精進いたします。いや、とんでもない。杉本敦彦さんでしたけどもですね、本日のゲストでした、はい、またあっという間の1時間でした ね早いですね。早いですよ。またぜひお越しください。ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、ね、またライブもやりましょう、いつか。ねえ、ね、ぜひね、収束してね。予定とかはないですか？一応ね、ライブは今オンラインライブをやってまして、今度の日曜日に、はい、夜8時と10時から、はい、オンラインのライブをやるんで、それ僕のあのフェイスブックや、はい、ブログ名前で探していただくと、はい、まあ、チケットの買い方みたいな、はい、で実際のライブは一応8月、うんうん、8月ぐらいの4日にですね、はい、都立大学のジャミンというジャズクラブで、ジャミン、はい、一応は予定立てております。まあ様子見なんですけど、はい、それがなんとドラムがソウルトールさん、あ、ソウルトールさん、はい、ベースがもうトップジャズベーシストのオサム・コイチさんという、クローボン書いた方、この3人で予定しておるんですけど、まあできればいいんですけどね、8月4日の火曜日、もうそろそろ ね、その頃だと大丈夫だと思うんで、ぜひね、皆さんね、お越しいただきたいと思います、ね、はい、すごいメンバーなので、ぜひぜひ。杉本敦彦さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。お相手は、はい、松下としみ、はい、金谷義郎でした。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。Howdy, you are not